同志社高等商業学校は、1922年4月、京都市上京区に設立された私立の旧制専門学校である。略称は、同志社高渉なお、この記事では解消後の、同志社経済専門学校に関しても扱う。同志社専門学校交渉部として設立された、当時のコーチは、上京区今出川の同志社大学コーチ内に、所在していた。 その後、定員増加にもかかわらず施設整備が遅れたため、教員、生徒による募金運動が起こり、新たに、京都府あたご群岩倉村に6万4千坪に及ぶ広大な用地を購入取得、1929年4月新高地に移転し、ようやく交渉専用の校舎、施設を得ることができた。同志社岩倉高地戦後の学生改革に際し、 1947年、当時の同志社総長、湯浅八郎は、交渉を、新生の小学部に改編して、今出川に移し、岩倉の旧校渉校地には、前期大学と、新生同志社高等学校などの校地に充てる、構想を示したが、前期大学への移行が想定された、予科生の反対により、大学の一部移転については実現せず、1949年、 新生同士社高校のみが岩倉に移転した。結局、高校高地以外の岩倉高地は、大学の運動施設用地として使用されることとなった。現在の岩倉高地は大学高地としては廃止されており、既存の同志社高校、中学校、小学校の高地となっている。なお1977年9月、同志社大学小学部受得会により、 高知の一宮に、同志社交渉の後一踏みが混流されており、交渉の新高知獲得運動が、岩倉高知の発祥につながったことを検証している。1930年6月6日、同志社交渉部生徒の中川博士、鈴木茂らによって結成された、右翼団体。当初は、赤尾里市の建国会京都支部と提携していたが、 やがて大日本生産党や大日本青年同盟、京都愛国学生連盟などにも加盟した。中川らの卒業後は、東京に進出して、行地社内に本部を置き、決命団事件や5.15事件被告らの減刑運動を行ったほか、湯浅八郎同志社総長排斥運動をも繰り広げ、同志社のキリスト教主義教育を脅かす存在となった。 1935年6月に同志社高等商業学校で起きた事件。前年秋の室戸台風によって被害を受けた交渉武道場、巡火館の復旧後、剣道部員たちが高訴、新島城の肖像写真に変えて小さな神棚を設置したことに対し、交渉当局はキリスト教主義学校に威信を祀つてはならぬとして、これを撤去させた。しかし、 配属将校の三浦国を中佐は、神棚の撤去に強く反対し、配属将校の引き上げもやむなしと迫り、京都第16師団が介入する事態となった。この事件は、キリスト教主義と軍国主義の対立の様相を呈し地元の京都日出新聞は、第二の上智大学事件と書き立てた。当時の私立学校にとって、 配属証校の引上げは就学中の徴兵猶予、卒業後の入営期間短縮、幹部候補生資格の喪失を意味し、学校経営面から見ても死活問題であった。結局、同志団との二度にわたる、折衝の末、再び神棚を設置することで合意した。その後も同志社では、国体名庁論文掲載拒否事件、直後語読事件、シャペル老状事件、 新村武ラタマシモ新一良教授の治安維持法違反事件などが、立て続けに起こり、時の総長、湯浅八郎は隕石人員へと追いやられた。ありがとうございます。